関口宏の人生の歌通、8月31日放送のゲスト、作曲家の神津義行さんの人生の金言とは。音楽の先に待っていた不思議な世界。音楽に対する飽くなき追求が神津さんを思わぬ方向へ導きます。行き着いた先は植物と会話するという研究でした。何ですか？これは植物と話がしたい、要するに電波を出してるんですよ、葉っぱが。植物がですか？でそれの研究を、その出てくるものなんですか、それを一生懸命調べるわけですか？月山登って、月山の上でブナリンを全部やったり。ブナリン、ブナリンの音を取りを随分やったんですよ。やっぱ音出してるんですか？全部出してません。だからそのブナの音があるってちょっと聞いてみましょうか。ブナのね、これ葉っぱもそれぞれについてるんですよ。ちょっと待ってくださいね。何ですかこれ？ちょっと待って、これブナが出してる音なんですか？音は出してませんよ、電波を出してる。電波を出して、その電波を音に変えてる。音に変えるとこうなると、ということは出てることは間違いない、なんかが。はい、はあ、コンピューターつけると全部わかるんですね。でただそれをここずーっとこうなりますよね。なってますね。であれを何を言ってるのかを解明したいわけですよ。ほうほう。でそれで植物と話がしたいっていうということになったんだ。はい、でカンナちゃんが、お父さんがエジソンみたいになっちゃったいやそれでいろいろ大学生がしょっちゅううち来て一緒にこうやってみた、やってるんでね。でこれだ、長年の研究で分かったことは分からないということが分かるいやこれ本当にね、あれだけ勉強して何が分かったかっていうと、何も分からないってことが分かったんです本当に分からないことが多いですよ。いや分かんないですよ、そら。ただね、これをねピアノの音階でね、近い音に行けっていう指令を出して、これをコンピューターでやるとできるんですよ。うん、でピアノだけの音階で作ったのをね、日野照正さんに聞かせたら、この人紹介してって言うんですね。って言うんですよ。要するに初めて弾くようなフレーズを弾くから。ちょっと待ってくださいね、それも音があるっていうんでちょっと聞きます音はマングローブの音。モダンでしょ？モダンなのかな。全く私には分かりませんが、でもミュージシャンはこういうのに なんと惚れちゃうんですね。っていうより聞いたことのないから、はあ、こういうものをやる人と一緒にやりたいみたいな。はあ、なんか新発見なんですね。じゃあで新しいもの、ね、プレイヤーが、はあ、でこれやっていくうちにだんだん音楽と離れていくんです離れちゃいますよ。いや僕が離れちゃうんですよ。離れちゃいますよ、ね、そら。いよいよ断捨離を始めた自宅を処分した、ええ、これ昔の仕事場ですか？そうです。これを捨てたんですか？ええ、捨てました。捨てた。奥さんも付き合ってる？これ女房も捨てましたね。捨てた、えらい、ええ、でトラック7台捨てました。おう、断捨離ということを始めるなんかきっかけの思いは何ですか？写真なんかを、うん、これひいじいさんだよって言っても孫は全然知らないから、うん、へーで終わる、うん、でそれを残していくとね、捨てられないんですよ、相手はね、かわいそうに、うん、誰かが処理しなきゃいけないんだね、うん、だそれを黙ってやってあげればね、うん、カンナたちも変なものが残ってないからそういうところで悩まなくていいじゃないですか。ああ、そう。あれだけ勉強して何が分かったかっていうと、何も分からないってことが分かったんですそれを残していくとね、捨てられないんですよ、相手はね、かわいそうに、うん、誰かが処理しなきゃいけないんだね。